朝鮮総督府鉄道パシシ型蒸気機関車はかつて日本統治時代の朝鮮で朝鮮総督府鉄道が使用した旅客用店座式蒸気機関車である。形式称号のパシシとはホワイト式車輪配置4から6から2の第4形式であることを意味する。1927年から1940年にかけて72両が製造された 加熱式短式に気筒の朝鮮総督府鉄道を代表する旅客養生機機関車である。その他、中国の下中鉄道に1942年から1943年にかけて10両の同型機が納入されており、本形式は合計82両製造されたことになる。本形式は同時期に製作された三笠形や手滅型とともに、 朝鮮総督府総督府鉄道が独自に設計開発した最初の形式で共通のデザインラインを持つほか部品においても共通化を図っている。また朝鮮の鉄道事情に十分配慮して設計されているため非常に使いやすい機関車となった。特にボイラーは朝鮮産の熱量の低い活炭仕様に対応して高価質としたほか石炭の十分な燃焼を図るため キセル数やその長さを減らして燃焼室を設けている。これによりボイラーの効率の向上が図られている。内地の蒸気機関車で燃焼室が採用されたのは1943年から製造された D52 型まで待つことになる。携帯的にはアメリカタイプであり、第一感動上に砂箱、第二感動上に蒸気ドームを設けている。 ランボード前端部は円弧を描いて前端張りにつながっており、煙室側面から前端張りにブレースが渡されているのが特徴的である。ボイラーの過失は重輪状に置かれている。初期製造の4両とそれ以降の製造者では、煙突と蒸気ドームの形態が若干異なり、ランボード前端部の形状も直線状に変更され、除、煙板が装備された。淡水車は、 ベッテンドルフ式ボギー台車を2個白4軸式のものである。また、1936年製の4両は、京府線に設定された特別急行列車、赤月の専用牽引機として特別装備で落成している。具体的には、煙突から運転台までのボイラー上部機器を一体のカバーで覆い、大井鉄道省の D51-22.23 のような、 形状とされている。その他、運転台は密閉式とされ、全消灯は煙室扉中央部に装備されている。また、重輪や淡水車の軸受けも殺し式となっている。当初の形式称号はパシシ型と表記され、1938年4月までに落成した20両は971から990と不番された。 1938年の昭和規定改正により、形式に車番を付加する方式に変更されたため、パシシ1パシシ20に改版された。それ以降の落成者はこの方式により不版されている。本形式は、旅客用の最新鋭機関車として、軽不正や軽偽船といった、幹線系線区を中心に、朝鮮全土で使用された。また、前述のように、特別急行列車、 赤月をはじめとして、急行列車、千万連絡列車の牽引にも使用された。太平洋戦争後は、南北朝鮮に分かれ、朝鮮戦争の戦果を経て、大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国の国鉄で使用された。韓国では、パシオン型として使用されたが、北朝鮮での消息は明らかでない。河中鉄道では、旧鉄道省、 C51 系のパシナ型や、南満州鉄道、パシロ型と同系の KC100 型と共に使用された。線路事情の悪い河中鉄道では、軸重の軽い本形式は使いやすかったようである。戦後は、中華民国に接収された後、中華人民共和国国鉄に引き継がれ、勝利12型として1980年代まで使用された。中華民国の接収時点で、 パシコ型と解消されていたようである。韓国国内に保存機はない。中国国内では勝利12型として SL12890 が中国鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。